言ってんもん。お待たせ。なんとかやりにできたよ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日、海藤さんも来るでしょ。ああ。楽しみにしてるよ。よろしく。別にいいじゃん。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかくよせ。あ、これわかんやろ。おい、うん、この間お前結構それぐらいやってたよね。お前が今倒したよな。いや、風だって。よう、お前さっきの技はなんだよ。投げる？横浜99か。あれが杉浦たちのヤサだな、うん、へえ、案外しっかりしてるな。思った。全然俺らのとこより横浜って感じやわ。ご無沙汰でした。もう嫌やわよこいつ。早速嫌やわ。所長いらっしゃい。お二人さん元気だった？この野郎、連絡もよこさねえでいつの間にこんな事務所。おあおおっと、これすらもできない、うん、すごい身体能力や。しゃらくせえ。さすが元泥棒、前より腕上げた。泥棒じゃなくて窃盗団ね。同じだろ。やだな。僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。金盗んで強気をくじいて弱気を助ける。可能性大。持続的なやつだよ。ほら、強気をくじいて繋がった。こいつ取られたんじゃん。いい事務所だな。少しうちに似てる。そりゃまあ、僕らが目指すは八神探偵事務所だから。憧れの先輩ですよ。ささ、どうぞおかけになってくだされ。早速依頼内容。お前最初から最後までやな。ブリーフィングって状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。うざ。アジェンダ？議題のことね。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。優しい目で付き合ってあげて。いいと思うよ。最初は何でも真似から始めるもんだ。というわけで、八神氏たちにご助力賜りたいのは、たまに始まる。探偵業へ増えつつある案件でして。どうでしょう。なんとなくお分かりになりますかな。カムロ長じゃまず来ない案件だと思うね。横浜ならではってことか。わかった。じゃあもうあれしかねえ。中華街を仕切ってる連中の島争いだ。ああ、そういやこの辺ハンピンニューマンってギャングがいるんだって。そう、そのハンピンなんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。我が社で増えている依頼というのはいじめについての調査報告です。いじめか。いじめか。うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、さっきの清涼高校や、加害者を特定してほしいといったものですな。何高校？清涼。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。モンペア。子供っていくつぐらいの？お前と一緒やな。一番多いのは中学生です。中学生か。あの時期の男子はテストステロンという成分が急激に増えるんです。中学の時しこってたもんな。攻撃性や支配力が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。サクっていうよ。いじめが起きやすくなる。さすがやな。綺麗やな。ただ今のは男子限定の話なんだろう。女子にだっていじめはあるよな。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンが関係すると言われています。オキシトシンは男性とまず仲間への信頼を司るもので、だからオキシトシンが分泌されへんようにしたってやな。例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。うん、それだけ聞くと善玉みたいだけど。そうですね。太古の昔オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。生物の授業始まったか。特に出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。マジで始まったやん。オキシトシンがその支え合いを促したのです。
そしてそうした行動の取れる群れでなければ、しかも嫌なやつやわ。育てられず厳しい自然を生き残れなかったでしょう。しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけの、彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。確かにな。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。つまりそれが私たちの祖先です。カイトはどこで置いてかれたやろな。その時の名残ってこと。カイトもどこで話を置いてかれたやろな。組み込まれてる的な最初やろ。全部本能のせいかよ。ギャングの名前も分かってなかった。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。空気の読めないものを KY、 木村優反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか。歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。世界中で古今東西を問わず。全部同じ出版社。あ、違うわ、意外と分かれてるわ。お前や。だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。僕は体張る担当のもんで。なるほど。もう勉強してどうなんね。お前やね。ではついでながらもう一つ面白い話があります。いやーもうええかな。人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。制裁したらええんか。じゃあなぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという分かりやすい物質を出すんですよ。つまり正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。ならその正義が歪んだものだったら大変だ。暴走して歯止めが効かなくなる。まさにその通りなのです、八神氏。で俺らに手借りてって依頼もそのいじめからなんだよな。シャラつてこと言うてるけど、カイトがもうついに本題に迫ってきたな。わけが分からないか、しらみつぶしに調べてほしいという。しらみつぶしにやぞ。ただしなるべく波風を立てないように。校内にやのに校内入れんのか。その学校の規模1学年にクラスが6つ、3学年で18クラス。めちゃめちゃ多いやん。全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。夜その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定、でその時は2人にもいてもらいたいんだけど、いいよね。段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ。何か罠のような。それまではご自由にどうぞ。場所は八神さんたちの関係を兼ねて中華街の店をセッティングしといたから教員楼って店に現地集合でお願い。教員楼な。お気遣いどう。ちなみに横浜のギャングの読み方なんか覚えてる？横浜ヤンピン。お前は完全にカイト。覚えてる。まあまあ。カイト2人でお送りしております。いい反応。やだいな。ちょっと信号待とうか。うん。ついちゃった。あったぜタボ。教員楼。教員楼。ブーン。そろそろ着きましたかな、八神氏。もういやいや。我々はもう着いていますぞ。ああ、今店の前。わかりました。では受付で、つくもの連れだと言ってください。了解。罠ちゃうか。もう全員散弾銃持って。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろ。申し訳ないね、八神氏。うかうかしてらんね。後ろからさ、ずらららなんかこう並んでるやつの間がさーって開いてさ、うっとうしいな。そうなったら高そうやな。うん、何食べたい。さあさあ、こちらが先日お話しした八神氏と海藤さんです。カムロ町の名探偵ですぞ。つくもさんからお噂はかねがね。私は奥田と申します。私立清涼高校の理事長をしております。
清涼高校ってさっき店員煽ってたガキどもの？多分そうだね。何か今日街でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといてそれをスマホで撮ってたんです。 7,8 人で取り囲みながら。あっちゃー、八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。おお、まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳？いや、ではその私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。まあそう言うなよ理事長、腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか？ええ、もちろんです。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか、そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら深刻化する前に摘み取るべきでしょう。つまり肝心なのは事前の予防です。それで探偵に依頼を。ええ、そんな風に思っていた。探偵か。しかしここで頼むのは中華の看板が目に入ってきましてね。ホームページを見たらすでにいじめの調査なども実績としてあった。これは運命かなと。自分の差にいっぱいあるのに。むしゃぶりやけど、真ん中の黄色から。今までやってきた案件って大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけで、僕らはその証拠を揃えてきた。今回みたいにあるかどうかも分からないいじめを探すっていうのは初めてでさ。天使ばかりよ。ここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。新しい、すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。鼻につくのがいじめを隠し撮りってことか。ただもしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけで。よく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。それに八神さんは神室町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。この全部役座がないみやから、この依頼を完璧に果たしていただける方だと。ぶん殴って終わりやもん。人の気持ちに寄り添うのがよろしくお願いします。当探偵事務所の売りですから。どんどんハードル上がっていくね。多忙では。八神氏、その口に何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。まあでもそれじゃあ。おお、ないないな。まあ北京ダック頼んでもいいですか？そうやな。お宅の生徒を殴ってしまう。マジで北京ダック行こうぜ。どうしても。うん。あ、もう言うな。なんでなんで？理事長がわざわざ探偵を雇う理由、聞かせてもらえませんか？プロやから。それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの深刻だけでは信用しきれないというか。理事長は現場の教師を信用していない。何かそうなった理由でもあるのか。もしかしたら全部聞けるんちゃうか4択。お前のゲームな。お、うわ、ちょっと頼んでいい？そうやな、ペキ挟んで一回ちょっと話長なりそうやから、うん、こう、カイトみたいにむしゃぐ、カイトもそうそうギャグも入れとかな。そうやな。理事長も好きですかね、北京ダック。ん？まあ、よかった、俺も好きなんです。
あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね。これでだからマイルドにして警戒心を。なるほどね。やがみし。ウェルカムトークや。そうそうそう。遠慮は体に毒ですよ。黙れつくも。追加でオーダーしておくので、今は仕事の話に集中してください。なんだかやがみがさ、食べたいものを見るときにこういうこう周りくどい言い方する汚いやつやと俺思うな。普通にちょっと食べたいんですけど言ってほしい。あ、ほらほら。お前の読み通りやん。ほらほらほら、これそっちやろ、下やろ。無理か、それも無理か。奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないってそんな風に言ってましたよね。箸が止まらんかいと。人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。もう少し含みのある感じに聞こえました。そうでしたね。確かに。いや、カイト止まらんね。なんと言いますか、もう鈴木気づいてんのか、いじめがあることには。実はもう4年前になりますが、うちの高校で生徒が一人、俺はちょうどあの人と一緒やん、痴漢のお父さんと。首を吊って。おお、お前すごっ。あれ4年前、あれ4年前が原因で。いえ、お前すごっ。第三者委員会に設置して調査をしました。気づいてなかったんやっていうことに。いじめの事実は確認されてません。びっくりした。裁判所も同じ判断でした。裁判所？自殺した生徒の保護者から裁判所にもちょっと恨みを持ってるとこがあって、あの場を選んだかな。学校でいじめがあったんじゃないのかと。ネットには確かにそういう書き込みがあって。ってことはあれは何、他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。そうそうそう。実際に理事長の目から見て、いじめはなかったんですか？なかったと信じたいです。ただ正直、そう生きるには私と現場の距離は遠かったように思います。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生がめちゃめちゃやってるやん。なんならもう教師主導でやってる可能性すらあるやん。なんだそりゃ、生徒にいびられたってことか。さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、いまだに彼のことは分からずじまいです。いや、もうそんなめちゃめちゃいじめあるやん。やっていると思ってたんですがね。いや、その後ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。ほらもうで、どっか行っても出るやん。あるか、こういうの自殺に失踪やで。まあこのここまではあってもいい話か。普通に自殺に失踪ぐらいやった。とにかくそういうわけで、皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てていただきたい。自分の光当てろよ。私の今回の依頼なんです。ピカーン。さあ話も重くなったところで、ペキンダック呪文和ましとく。いらん。いや、一応和ましとこう。バオな。うん。和んだ。さあ、オタクの先生殴ってしまったけど、ああ、そっち行くか。もし調べた結果、いじめがあったらどうするんです？もちろん、学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。足が止まらん。そうすると、先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたり、いろんな書類を書いたりさ。それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね。ただでさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかといえば、だからか、だから信用してないよな。じゃあよくいじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ。自分のクラスでいじめがな、進んで見つけたくなるぜ。回答はアホやな。さすがにそういうのはまずいんじゃない？いや、一案かもしれませんよ。何やと？まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。なるほど。チェックがつかん、次とか。さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日町でオタクの生徒とやり合っちゃって、そのことはもう大丈夫ですかね。ええ、その話はもう聞かなかったことにしますので。こいつ何からも目を背けたような。もうなんとかよせよ、穏やかに。
ほらまた連中を締めっからよ。カイトいらん。遠慮する気はねえ。相変わらずだね。八神探偵事務所は。やめよその言い方。血の気が多いね。お話を伺っていろいろわかりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。そうですね、うん。あとは実際に現場を見てみませんと。その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。よし。じゃあもう。うまく出たやろ。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの？さすがに気づいた。気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろうね。よう、兄さん、スイカだ。こっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここ、限ってるね、そんなに安い店じゃないよな。ご安心くだされ、八神氏。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。マジで？あ、じゃあ俺も追加で。うわ、ダッサいな。北京ダック43。高崎ね、周りのテーブル何も頼んでないもん。実はカメラももう仕掛けてありますよ。何やろ。どこの納品？納品が一番しっくりくるな。次なる舞台は学校で潜入ってことやな。そういうことです。